ジョージ・ブーリンは、イングランドの貴族、外交官、停身。ロッジ・フォード子爵ヘンリー・パスーの2番目の王妃・アン・ブーリンの兄弟。1536年、アンとの密通及び近親相関の罪で告発され、アン及び彼女と密通したとされる他の男性たちと一緒に処刑された。外交官のトマス・ブーリンとその妻、エリザベス・ハワードの唯一生育した息子として生まれた。 父方の家系は曽祖,祖父のロンドン市長、ジェフリー・ブーリンの代から、共進層の仲間入りをした、信仰家系に過ぎなかったが、貴族の娘との結婚を通じて宮廷に近づいていた。母は、第二代のオフォーク公爵トマス・ハワードの娘だった。ジョージはおそらく兄弟姉妹の中で最も遅く、生まれており、他に生育した二人の姉妹メアリーとアンはどちらも、姉であったと考えられている。 ジョージの少年期について詳しいことは全く判明していない。姉のアンが英才教育を受けたことから、息子のジョージも同様の教育を施されたものと推測される。オックスフォード大学で学んだと伝えられているが、この逸話に資料的裏付けはない。しかしジョージが知的で教養ある人物で、父や姉と同じくラテン語とフランス語に通じ施策や翻訳を行い、 宗教的、政治的な論議を楽しむこともできたことは間違いない。教育を一通り終えた後彼は宮廷に入り、1514年の宮中におけるクリスマスの式典に参加し、1516年にはヘンリー・パッセイの国王室の近所に任命された。1526年にヘンリー・パッセイと姉・アンの恋愛が始まると、ブーリン一家は王に取り立てられた。 1529年、父トマスは、ウィルトシャー伯爵くらいとオーモンド伯爵位を授けられ、ジョージはそれまで父が名乗っていた、ロッチフォード子者区の称号を、ウィルトシャー伯爵の子師として名乗ることを許された。さらに、同年12月には若年ながら、フランスへの施設に任命された。案が王妃となった翌年である1534年には、ご校長官の兼職を得ている。ジョージは、 アネアンと同様、宗教改革の熱心な支持者であり、宮中の親プロテスタント派の有力者だった。ジョージは1524年、ないし1525年、モーリー教の娘で、ヘンリーパスセイの、また10枚に当たるジェーン・パーカーと結婚したが、間に子供はなく、夫婦仲も良好とは言えなかった。不仲の原因は、ジョージの男色趣味だったとする説が存在するが、 これは当時の宮廷女性の関心の的だった、ジョージの評判とは矛盾する。ヘンリー・パッシーの案に対する寵愛が失われると、ジョージは姉と道連れに破滅に追い込まれた。1536年5月1日、ジョージは、区内館のサー・ヘンリー・ノリス、同じく区内館サー・ウィリアム・ブレレトン、近所のサー・フランシス・ウェストン、学士のマーク、スミートンと共に、 安王妃との貫通容疑で逮捕された。ジョージの場合は、実子との密通、つまり、禁親相関をも疑われる立場となった。父トマスは、実子二人を非難する王の意思に従ったものの、結局は宮廷を追放された。妻のジェーンは、ブーリン指定の中は、親密すぎると証言し、夫と義子の性的関係の立証に有利な証言をした。 現在ではこの禁親相関はでっち上げだったと結論されているが、結局青日を含む告発された全員が有罪となる。ジョージは5月15日、姉、アンの死刑判決が出て間もなく、自身の死刑判決を受けた。そして2日後の5月17日、同罪に問われた4人と共に、ロンドン島の刑場で斬首された。姉、アンの刑事の2日前のことだった。 ブーリン指定の禁止相関を疑う声は、二人の逮捕以前から彼らの敵対者たちによって囁かれていた。彼らの死後も、カトリック信徒の人々は熱心なプロテスタント信徒だった、ブーリン指定の性的関係を信じ、長い間彼らの罪を非難し続けた。妻のジェーンは、夫の刑死後、夫の十枚であるヘンリーパッセイの五番目の王妃キャサリン・ハワードの次女となったが、 キャサリン王妃の貫通の手引きをしたことが露見し、キャサリンと共に処刑された。ABC ヨゼフ・ S ブロック、ブリン、ジョージ、バイク・ウント・ラチフォード・イン、オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、バンドロック、ブラックモア・ボイヤー、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス2004、デビッドスターキー、シックス・ワイブス、ザ・クイーンズ・オブ、ヘンリー・エイト、ハーパー・ペレニアル、2004? S110 デビッド・スターキーシックス・ワイブスザ・クイーンズ・オブヘンリー・エイトハーパー・ペレニアル2004 S258 ありがとうございます。